語ること。シェラ。皆さんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。今回はふたりパパ家の収納を大公開。皆さんからの質問にお答えしながら、ルームツアーでみつパパ流キッチン収納方法から、ふたりパパ家がカーテンをしない理由、模様替え後の息子くんのお部屋に恥ずかしすぎるクローゼットの中、最後はふたりパパ流家具や照明の選び方、ジャグジー導入後の電気代まで、ちょっと見せすぎ。それでは行きましょう、ふたりパパの収納丸見え北欧一家のルームツアー。シェナ、シェナ、みなさんこんにちは、ふたりパパのみっつんとミカパパ、メシカくんです。はい、ということで今日は最近いろいろコメントで、なんか模様替えしましたかみたいな感じで、どこ行くの、やめて、そのスリッパでやると冷たくなっちゃいます。最近結構模様替えしましたかとか、結構インテリアについての質問が最近よく来てて、前にルームツアーしてから結構時間が経って、ちょっと特に息子くんの部屋とミツパパの部屋がだいぶ変わったので、そこを中心に今日いろんな質問に答えながら、皆さんへの質問に答えながらちょっと行きたいと思います。でもちょっと外寒いので早速入りましょう。レッツゴー、行きましょう、はい、入りましょう、どうぞ。ワカンワカン、どこにいつもかけるのか、ちゃん知ってるでしょ、かけるの。そうね、ということで、ここが電気玄関です。とりあえずかけるところはいっぱいあって、あとやっぱ冬服がとても多いので、すごいぐちゃぐちゃしてますけど、まあいいかなって感じです。でも多分前と変わったのはこのボタンをつけたよね。あ、そうね、これはまだすごくテンプラリーで、後でちょっとね、テンポラリーから1年ぐらい経ってますけど、そうですね、それはよくあるパターンだと思う。ちょっと配置を考えたいよね、可愛いボタンを買ったから。じゃあミツパパが日本行ってる間に頑張って頑張ります変えてください。はい、でもあと、ここに床暖房のこの前も見せて、すでに外は雪景色のルレオ。息子くんが雪にまみれて帰ってきても、この床暖房がすぐに乾かしてくれます。じゃあ次、じゃあどうする、キッチン行く、とりあえず。あ、そうね、早速どんどん行きましょう。ということで、お次はキッチン。ここは何も変わってない、ね、特に変わってないね。でもそうそう、今日質問をね受け付けてたんですけど、キッチン周りの収納とか見てみたいですとか、パスタ置いてある棚とかが気になります。これはリカパパが好きなスティリングっていう会社の、スウェーデンに昔からある会社ですね、収納のやつ。あとはでもあんまり収納なんか見たいあんまりよくわかんないけど、こんな感じですっていう感じでいいですか。あんまり収納に自信がないのでご覧に入れるのも恥ずかしいんですが、上の棚は主に食器で、こんな感じで大きなジャンルごとに分かれていて、普段使いのものが一番下の段、使用頻度に従って上に行く感じです。カウンター下はこんな感じで分かれています。料理を作る時の動線だけ意識して配置するようにしています。であとはここの収納が、これ多分 IKEA のキッチンシステムなんだけども、この角のところがやっぱり回るのはいいなと思います。こういうのは日本の方がでも得意だなと思うけどね。うちのパントリー、なんか食料庫がここです。あ、よかった、まだ綺麗な方だったけど、なんか一応ちっちゃい箱を使ってちょっと分けてる感じです。片付けしたばっかり、したばっかだから見せれるね。実はここにも引き出しがあり、細かいものも収納しやすいです。くるみって聞いてない、見なくていいさ。いい、何でもなかった、ここに何でもなかった。あとこっちの窓がすごい、ここやっぱ大きいので、この前ルームツアーした時もすごい言われたんだけど、とても大きくていいですね。でもここからそこの木によく鳥がやってくるので、眺めながら朝ごはんとか食べたりできるのはいいかなと思っています。ということで、冷蔵庫結構大きくていいですねって言われることがあるんですけど、どうしても冷蔵庫にいろんなもの貼っちゃうので、冷蔵庫見せなくていいよ、汚いから。でもこれ教えて、これ何か、これ棚にするのリストけど、ね、最近は使ってない。そうね、最後の時はよく使ってた、ね、前の家の時よく使ってたよね。うん、うん、今日の予定とか、別に使わなくていいけどね。はい、今度は、じゃあ今度はこっちの、
ていうことで、今日はテレビルームね、テレビ、そう、なんていう、リビングルームリビングルーム、ちょっと変わったのが、まあ、暖炉はね、前からあったけど、今日はちょっと特別に、いつもだいたい夜につけるんだけど、昼につけてます。なんかね、質問でこんなのが来てました、暖炉について。あ、暖炉はうっかりお子さんが触ったりなど危なくないのですか。まあ、ちょっと暖かいね、なんか触ったら痛い、暑い、そう、危ないです。だからでももう息子くんは大丈夫だね、大丈夫、もう慣れてます。暑いけど、コクに座ったら少しね、暑いけど、座ったら、あっ、ね、そんな、なんか触っても大丈夫だね、ちょっと大人だったら、まあでも、子供はでも、3歳、4歳は危ないかも、暑いよ、結構。うん、結構暑い。まあでも、よくあるのは、これ、柵をね、作ったりするよね、ちっちゃい子がいる家庭だと。7歳も結構暑いけど、いや7歳も暑いけど、7歳はもう危ないって分かる。であと多分前回と変わったのが、見た目ほとんど一緒なんですけど、どうでしょう、なんか変わったところ分かりますか。さあ、この中で何か変わったところがあります。さて何でしょう、答えは。僕も言ってもいい、僕何か分かんないから、ランプ、まあ、ランプも新しくていうか東京時代から使ってるやつだけど、あれは、この何が違いますか、この部屋の この時計、ここなんか神隠し中がなくなった、元置き家具だよ、何が違う、うん、何が、あ、これ、あ、それもそうだね、そうだ、これ確かに違う、2つじゃ違うところがあったね。あともう1個あります。前はこっちのこれだけだったけど、そう、今2つあるね。これもともとリカパパの部屋にあったやつ、一つ上に持ってきました。なんだろう。ということで、じゃあ正解言ってもいいですか。もう一回ヒント。じゃあここで何が違う。あれは書いた。そうね。そう。ここ実はもともとはここが全部こうつながってるパターンのやつがあったんですけど、それを息子くんの部屋に使いたいってことでちょっと交換したんですね。新しくちょっとちっちゃいやつを買ってセパレートのパターンにしてやりました。でもあとね、あと一つ質問が来てたんです。初コメント失礼します。スウェーデンや北欧の方々はあまりカーテンをつけないのでしょうか。あ、どうですか、リカパパ。いや、多分みんなはカーテンつけてますよ。うん、うちつけないね。うちはつけない、まだ、それも準備中。一応ここスクリーンとかがこうやってあって、なんか眩しすぎるときこっち南側なので、こういうのはあるんですけど、あとなんかカーテン、日本だとさ、寒さとか、あと隣の人から見られないようにみたいな理由で多分カーテンするけど、うちその寒くないし、あと隣の人いなくてそのまま景色がいいから、そのまま開けといた方がいいしって感じでカーテンしてないです。でもスウェーデン人は、うん、まあみんなカーテンをつけてる。そうだね。ファイモンはよく聞く、いつカーテンをつけるの。あ、じゃあやっぱりカーテンつける方がスタンダードみたいな。そうそう。でもあと窓も、あの寒さ対策の質問とかが来てたんですけど、窓はすべて三重窓になっていて断熱性が高く、外の冷気が入りにくく、中の暖気が逃げにくい、そんな構造になっています。OK、 じゃあ次はミツパパの部屋、だいぶ結構変わりました。僕はファイヤーキング。あなたファイヤーキング、はい、じゃあどうぞ、コメンコメン。ということで次はミツパパの仕事部屋、まあ、前と一緒で畳ルームなんですけど、あ、何、メディテーションとってこ、こんな部屋に入ってから、メディテーション、3人でメディテーションしますかね。はい、ということで、あの畳ルームはほとんど一緒なんですけど、壁も一緒なんですけど、多分大きく変わったのがこの机と、それからあっちの棚になります。こんな感じになりました。でもここは、あの前はこういうドア、うん、スライディングドアだった、うん、でも今は、あの今はなんかドロワーがちゃんと、ああそうね、収納が結構、収納のためね、なんかやっぱ YouTuber の一応オフィスなので、結構機材とかが多くて、何が入ってますか。なんかすごいごちゃごちゃしてる、これなんかマイク関係とか、それからここが全部コード、ケーブル、
なんか分けてこうやってやってます。あとはあとなんか細かい雑貨とか、これは結構カメラかな、大きいカメラ。あ、それね、あなたがよく使ってたのね。でここがなんか時計コレクションです。今ちょっと出してみるじゃん。いつもあのうち3年前からノードグリーンさんにお世話になってて、ダダーン、落とすね。でこの中にこれがいっぱいある。そう、どこ、あそこからドゥドゥ、大事なやつだからね。はい、ありがとう。ということで、そう、これをね、いつもモードグリーンさんにお世話になってる。これはいいの時計だね。とこれも触んない、触んない、いいの時計だから触らない。これはすっごく綺麗。綺麗だね。今僕たちも今年もね、また新しくいただいたので、それをちょうどつけてますけど、そう、だから今こんな感じでいつもちょっと大事にしてます。3年ぐらい前からいつも送っていただいてるので。ノードグリーンさんは北欧デンマークのコペンハーゲンで生まれたシンプルで北欧らしいデザインの時計ブランド。世界で名の知れるデンマークの巨匠デザイナー、ヤコブ・ワクナー氏によってデザインされています。しかし僕らがノードグリーンさんの製品を使うのは単にデザインが好きなだけではなく、社会や公益のための事業を行っている企業に与えられる認証制度 B コープ認証を受けているように、責任ある素材調達や物流オフセットに関しても世界で最もサステイナブルなブランドの一つになることを目指すノードグリーンさんだからこそ、僕ら二人パパもこれからも大切に使っていきたいと思います。今ならブラックフライデーのセールで最大 60% オフ。下記説明欄の二人パパ専用クーポンコードをご利用いただくと、さらに 15% オフでお求めいただけるんですよ。ぜひクリスマスプレゼントの候補にいかがでしょうか。ちなみに雪の反射で眩しいこのルレオでも使ってるサングラスも僕らのおすすめです。結構なんだろう、服装とかカジュアルとかフォーマルとかによってベルト変えたりとか文字盤変えたりとかしてるので、すごい便利で重宝してます。はい、あとはまあそうね、だいたい機材って感じかな。まああとは本棚、必要な本とか、あとよく読む本とか、あと自分の好きな本とかを置いてます。本棚下にもあるんだけど、前ここにあった本棚を下に持ってったので、こう資料として結構仕事で使う時とか結構そういうのがありますね。あとこれは息子くんの本です。フォトブックが毎年1年に1回作ってるので、ここに溜まっていって。そしてこちらが新しいデスク、 IKEA の電動昇降タイプのものですが、立ったり座ったり、たまに椅子も違うものにしたりと、できるだけ同じ姿勢にならないように気をつけています。あとナレーションの収録の時は立ってやることが多いです。またラップトップにモニターをつないでいるのですが、モニターのポジションも変えられるのが便利です。この机欲しい。本当はこの机欲しいんだよね、君ね。だからこれ運動してできるんですか。上と下にできるやつが欲しいの。じゃあ今度水川くんの机を見に行きましょう。そうだね、じゃあ今度君のお部屋に行きましょう。行きます。じゃあ下行きます。じゃあ下行きましょう。 OK、うん、これはもうで僕はできるよ。あ、OK、この前のずっと僕は6歳の時 の時はずっとこうやってやってた、けど今は立った方だけでできる。おかげで掃除しなくて助かります。この手は1個。なんかいつか怪我しないでほしいけど。じゃあこれ君の部屋だから、じゃあ君が紹介してあげて。何が変わったか教えてあげて。ああ。何が変わった？これ見て。すごいのとの。まあいいや。ということで、トイレだね。ということでさ、これ実はミスパパが昔上の部屋で使ってた机を。息子くんのところに持ってきました。ちょっとぐちゃぐちゃでちょっと恥ずかしいんですけど、一応お勉強系の机がこっちで、こっちが工作とかする方の机だっていうことで本人が決めました。であとは本棚もね、の位置もだいぶ変わって、でも一番大きいのは多分ベッドの位置がこっちからこっちになったんだよね。あとはあいうえお表があったりとかしてね。君がキングってこと？君は王様ですか？
僕の家の中だけけど。オーケー。君が王様だね、この部屋ではね。じゃあ、王様、何か紹介したいですか？何か見せたいものありますか？あのベッド、この前は濃くだったけど、コッシーに来た。そうだね。いや、ノリをくれた千円のベッドは。布団汚かったわ。あ、いいですか？あのベッドは汚くならないように。その魔法使えたらいいわ、ミスター。本当にその魔法欲しい。その魔法。さっきしかしたけど。使った。あ、だから今綺麗になったの。うん、いや、俺がやったんだけどね。そうじゃないよ。前僕の前に。でもそういう動画のキットを。ああ、なるほどね。使えた。あのベッドは汚くならないように。で、前は下で寝てたやつを上にしました。で、下の部分を開けて、お友達とか、あとはいとこが泊まりに来た時に下にも布団敷いて一緒に寝たりしてます。はい、ここにいっぱいのゲームがあるの箱なんで、これそうですね、今そこがゲームの箱と、ここレゴコーナーになったんだよね。レゴはそこにしまって、IKEA の棚と、あとワゴン前使って、他のところで使ってたやつ。でもこっちがレゴ制作中、途中のやつとかはここに置いたりしてます。なんかこの机をもうなんかいらないかなと思って、セカンドハンドとかに持っていこうかなと思ったんですけど、意外となんかこの子が欲しい、まだキープしたいというので、残してます。うん、まあ友達と遊んだり。そうだね。大変だったと。でも片付けるのが本当大変。全然なかなか、今日はだからルームツアーあるから片付けたけど、なかなか片付けられなくて。これ見て。うん。あとはこのプラネーテンのやつかけたね。ああ、そうね。メカパパがどこで買ってきたの？どっかで、出張先で買ってきたので、どこで？ストックホルムの本屋さん。うん。そのフォトブック。これ見て。これ息子くんもフォトブック作るの好きだね。じゃあ見せたらここで、ここで見せたらインスタライブ入ってた。インスタントカメラで自由に撮った写真を自分で切ったり並べたりしてフォトブックを作るのがお気に入り。そして息子くんの部屋の窓から見えるのはこの夏に設置したジャグジー。息子くんがちゃんと見せてくれましたよ。 OK、 じゃあネスティル次の部屋行きましょう。次の部屋こっちだね。こっちだね。次の部屋ネスタルーム。ここはリカパパの部屋で、リカパパさっき入ってた。ここはリカパパの部屋です。今日はこれがいい。これとこれ買った。リカパパたまにこれ使ったりとかなんか入れ替えたりしてるんだけど、リカパパ基本的に会社には行くからここでそんな仕事することはないけど、多分何もかあまり変わってない。まあこれはお客さんのためのベッドソファーみたいな。でもちょっと形おかしくない？形はちょっとおかしいね。でこのやつは外のソファーだったんでね。ジャグジーをインストールした時に多分映ってると思うんだけど、それを冬の間はこうやって入れて、結構さ、ここ2週間ぐらい連続してお客さん来て、今日も今アーロンが撮ってくれてるんだけど、シンダレーションの旅で知り合ったアーロンが遊びに来てます。なので今撮ってもらってるんですけど、お客さんが来た時にこんな感じでベッドにしてやってます。普段はないんだよね。普段はない、チェアだけどね、前のと一緒で。まああとこっちがこういう感じが最初に買ってもらってて、まあ、ここ息子くんの本がいっぱい。そうだ、あります。結構一緒にこの部屋で息子くんと本読んだりとかもして、OK、じゃあ次の部屋行こう。これベッドの部屋に行かせて。今何を使うんだよ。Det är mörkt där, så det syns nog inte så vidare bra. Vi ska boka i nej, ja! I nej, nej! Så, vi går med oss. Ska du komma på? Så, vi går med oss. ということで、多分変わったのはこの棚かな。
これロンドンで買ったやつで、前まで2つに分かれてたけど、ようやく2つが1つになりました。ずっと離れ離れだったのが、まあちょっとぐちゃぐちゃしてますけど、まあいいかなっていう感じです。で、照明はまあ変わってないんだけど、あ、キングが現れた。ね、ベッドに乗らない。キングじゃないよ、キングじゃない。そうだ、もうここ君の部屋じゃないからね。まあでもこの、まあ、これもね、前のところからあるやつで、うん、ロンドンの時からあるやつ。キングじゃないね。はい。あとこの壁塗ったりしたのは前も動画で出してるので、よかったら見てください。ファイヤー！ファイヤー！じゃあもう僕からファイヤー言ったらここから引いてる。ファイヤー！あ、で、あとここが汚い、めっちゃ汚めっちゃ汚かったけど、オープンクローゼットです。なんかでも全部いろいろ物を隠したりしてます。ここは3人分のクローゼットなんですが、ミツパパ、リカパパ、息子くんと場所を分けて、息子くんは自分で物が取りやすいような高さに設定しています。はい、ということでこちらバスルームです。なんかバスはでも最近ちょっと物置になってて、最近ほらお風呂作ってからあんまりサウナ入らなくなったんだよね。そうですね。そうだから割と物置になってしまいがちなところがありますけど、おかげでこっちがスッキリするかなっていう感じです。うん、そう、でもここはぐちゃぐちゃだからちょっと後でモザイクかけようかなと。そうだ。この秘密の箱は何だろう、何か。ああ、その秘密です。母ちゃんの後ろは何があるの。あれ、その秘密はさ、もう多分他の動画で実は話したの。じゃあここはまああまり面白くないけど、ボイラーです。うん、ボイラーというかヒートエクスチェンジャー。ヒートエクスチェンジャーです。で、この後ろにはシャワー。これはね、トイレは、うん、見せなくていいよ。みんなはみんな知ってると思う。あの、日本と違ってシャワートイレがないだけで。なんで。そうね。で、あと一つここでちょっと質問が来てて、ヒートエクスチェンジャーの話が来てるので、インテリア関係ないけど薪ストーブあったので、薪代とか光熱費とか知りたい。あ、そうですね。薪は、まあ、自分でちょっと割れるでしょ、うん、あ、ちょっと一回さ、これ上行って取ろうか。そうだね。ということで、ルームツアー中に答えられなかったいくつかの質問にお答えしていきたいと思います。ということで、今日は久しぶりのルームツアーをしてきましたけれども、結構あの質問がいくつか来てたので、最後にそれにお答えしていきたいと思います。家具ってどういう基準で選んでますか。まあ、いつも同じウェブページで見てるから、なんかそのウェブページがちょっと自分のスタイルのものがあります、ね。うん、じゃあずっとね、あそこでちょっと選ぶ、うん、だから自分の好きなお店を見つけて、うちは大体オンラインで買うことが多いんですけど、セレクトショップみたいな感じなので、あの、その中から好きなのを選ぶっていう感じですね、うん。でもやっぱりここはなんかちょっと大きいとか、うん、あとはメタリック、まあ、シルバーメタリック、そうだね。でもシルバーっていうかブラックメタリックの方が、ブラックメタルと、うん、なんかその素材がいつも大体こう決まってると、組み合わせが、うん、あとはそれを基準になんか選べるって感じかな。やっぱ色があんまりたくさんにならない方がいいので、そういう感じにしてます、うん。あともう一ついきましょう。インテリア関係ないけど薪ストーブあったので、薪代とか光熱費とか知りたい。あは、まあ、薪代はないですね。うちはラッキーだよね。そうですね。あと弟に薪をもらいます。うん、弟がまあ森があるので、敷地の中に。そういうのはもうあの古い木とかはね、うん、もちろんそのなんか薪割りとか、うん、葛藤するの手伝ったね、うん、そうそう、だからみんなで家族でやってるよね、薪割り。大きい機械を使って、でそれを結構カットしてから乾かさないといけないので、今使ってるやつはだから去年か一昨年にカットした薪を今使ってるっていう感じですね、うん。外であのそういう並んでるでしょ、薪、うん、それも今乾かすため、うん。で、あとは光熱費なんですけど、あの光熱費ちょっと調べたら、結構あの弱水を入れたからどうなってるかみんなめっちゃ気になってるって、これはすごいたくさん質問いただいてたんですけど、光熱費この前調べたら、なんと前年比で
下がってたんだよね。まあそれはそういうあのアベレージプライスが下がってた。うん、でも多分北スウェーデンは安くなりがちだけど南の方は高くなりがちで、そうですね。そうで、しかもその前も言ったけどフィアルバルネっていう地域熱暖房っていうのがあるので、そのあんまり高くならないっていう感じですね、うん、でしかもずっとつけっぱなしであの暖かいというか感じなので、ちょっと僕もそれびっくりしました。でもちろんジャグティーは電気を使ってるので高くなるかなと思ったんですけど、高くならなかったね、維持費が。うん、なのでやっぱりそうコンサンプションがちょっと、あ、そうだね。照明へのこだわりはありますか？照明なんかこだわりは特にないですけど、間接照明とかが多いのかなっていうのと、やっぱりうちはこれでも明るい方なんだけど、結構日本の人からすると暗めかなとは思います。やっぱり蛍光灯がね、日本は多い、白い蛍光灯が多いんですけど、うん、うちはやっぱり暖色系のライトが多いかなと思ってて、うん、まあ、なんか作業するとことかキッチンとかはすごい明るくなるけど、あのやっぱリビングルームとかはだいぶ暗めかなとは思います。であとはそのろうそく使ったりとか、あとはその上の電気だけじゃなくて、こういう置いてあるテーブル、なんでボールランパーっていう、ボールランパー、ゴールランパー、ゴールランパー、うん、そういうなんか小さい照明をいくつか違うところに置いたりして、あの全体の明るいを調節したりとかするようにしてます。なんか言いたいことありますか、お部屋のことに関して。なんかさっき言ったいのものは、次回予告してたら あそこで言いたい。あ、じゃあ今それ次回予告でね、あなたが言ってくれるのね。はい、ありがとうございます。ということで、ヘイド行きましょう。せーの、ヘイド。さーて、来週の二人パパは息子くんです。さっき話したかったのは、スノーボードを買った時、僕はなんかバブルの方が良かったと、バブルになったから嬉しい。リカパパはバブルなしのスパーが欲しかった。両方があっての方がいいから良かった。そろそろ次回予告お願いしていいですか。今度の動画はルッシュカットを作ったよ。毎年作ってるけど、今度のはどうかな。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回も見てくださいね。ヘイロー。スティンサックスポーセボーブリエディ。これ何、ファッションの書いてくれたの。最初は何か書こうとしてたけど、あとは二人パパ。